よいしょ。はい、こんばんは。お久しゅうございまーす。よいしょ、よいしょ。はい。ね、チョコさんがね、一番乗りでね、ありがとうございます。ニコ生ですね、お金やっと払いまして、ウェブマネーをね、払いましたので、右側ね、見ていただいたらわかりますけども、できてます。ありがとうございます。こんばんは。さあ、ですね、あんまり声を張って喋ると家の人に怒られるので、若干小声でです。あ、こんばんは。喋りたいと思います。まあ、今日も1時間ぐらいザザザザザッと喋ってですね、終わろうかな。まあ、明日ね、日陰の韓国旅行。ね、もう、なんか、もう、よく見て、二窓で見てください、二窓見。ニコニコは何でもらうんやなく払わなあかんね。ほんまに。でね、何度も言うけどね、なんか、払った割にね、あんまりリターン少ないんですよ。だからみんながね、移っていったんですよ。放送する場所ね。他、まあ、YouTube なんてもタダでしょ？で、だってニコ生に一番関係深かったひろゆき自体がですよ。ニコニコでは放送せんと、もう YouTube でやってますからね。もうそれ見てもらったらわかるけど、ニコニコがどんなに、まあ、使われないかっていうね。生レバーとかユッケ食べたいな。あ、そうなんですか。へー。今ね、日本はちょっとね、生レバーと生肉ね、牛の生肉はちょっとね、あかんよ、みたいなね、流れになってますか。僕もね、あれあかんって言われる前まで結構ユッケとか食べてたんですけどね。動画見るのはニコニコが面白い。あ、そうなんですね。はい。まあ、そんなこんなでですね。ニコ生。まあ、今もアニメ見れますけどね。はい。お！ムーポー久しぶり。あ、ありがとうございます。おつ。も、せっかく入れてくれるんやから、もうちょっとコメント書いてくれてもいいのよ。むぽ元気ですか？ねえ。うちのね、放送初期からいてくれてるむぽくん。ビマさんも言うてる、感想が直で見るナイスパー。ね。ありがとうございます。まあ、そういうことで、ですね、今日はですね、まあ、ちょっとね、時期遅れて申し訳ないんですけれども、まあ、結構ですね、反響が大きかったことに関してのお話。まあ、最初の松井アソシエイツの話なんですけど、ここちょっと後でまとめて言いますね。まあ、ただなんでこれをやろうと思ったかというとですね、これですね、私が、リツイートをしたところですね、むちゃくちゃね、リツイートされてね、しかもリツイート、反維新の人、反維新の人たちに、ものすごくリツイートされたので、まさかの 3.2 万件っていうですね、うちの放送では、すごい珍しいですね。ちょっとリツイート、こないなっちゃいまして、はい。で、ちょっとそれをね、言うてみようと、思った次第でございます。暑すぎるわ、これ。よいしょ。今ね、ちょっと私、部屋ね、クーラーなくって、扇風機だけ回して、窓だけ開けてですね、やってるっていう状況です。はい。大阪ちょくちょく行くことになったらかな。あ、そうですか。また言うてみてください。うん。ツイッターやってなくて見れなくなって話題が、あ、そうですか。まあ、ちょっとね、これでもクリックしたら別にツイッターやってなくても見れるからね。リンク先見てください。あ、しまった。下の説明のとこに書くん忘れましたね。まあまあいいや。はい。ということで、今、ちょっと、また中でね。
で、ちょっとね、ごめんなさい。後半のやつから話をします。まず、経産省のトランスジェンダーの人はね、判決、最高裁判決で、トイレのね、制限をされていたっていう話がありまして。で、なんか最高裁で珍しく、違法判決が出たんですね。で、これは、要するに、小法廷判決なので、5人の最高裁裁判官がいてて、で、5人の最高裁裁判官の人が全員一致で、言うたら人事院のね、処分が、違法だという話をしたということで、で、これは結構ですね、結構ね、誤解している人が結構多くって、で、判決のね、ところに5人全員一致なんだけど、プラスアルファで5人の裁判官それぞれがね、補足意見という、理由付けをしています。だから、要は、補足の意見を、それぞれつけていててね。で、補足意見を 八幡一区やってよ。すごいみんな見るとこになるんじゃないかなっていうことね。話題の港区とかあの辺ですもんね。夢島とかが近いね。はい。何の話か。そう。まずね、なんつうのかな、最高裁の範疇の話なんですけど、あれ、判例とか判決っていうのは、射程範囲っていうのがありまして、じゃあ、明日からみんなトランスジェンダーの人がね、全員ね、その辺の女子トイレに入れるようになったのかというと、そういう話ではないので、っていうこと。で、これをね、大きく誤解している人たちが結構いてるんだよね。で、判決は、あくまで経産省の中のトイレ仕様というお話でございますので、一般の話では違いますっていうことなんですよ。一般的にトランスジェンダーの人が全員が、女子トイレ使いますよという話ではなくって、経産省のあそこの中でのお話なので、別に一般の女子トイレが使えるようになったっていうことではないので、で、それに基づくなんか批判とかを書いてる人がいるんだけれども、判決一言だけ言っておくと、トランスジェンダーの人はですね、職員って言われてる人は、同じフロアじゃない女子トイレをずっと使ってたっていう過去の別に経験則があります。で、2階かなんかに離れたところのトイレをずっと使ってたのかな。で、基本ね、そこのトイレを使ってて、何にも問題が起きなかったという前提があります。だから、まず女子トイレ使ってたっていうのがずっとあって、で、それが、使ってたのが、問題はなかったという二つ目の要素があって、で、何が問題だったかというと、同じフロアの女子トイレは使うなっていうことを言っていてて、それはなんでなの？っていう、裁判をやったところ、いや、同じフロア使えないってだけすんのおかしいよねっていう、ただそれだけのことなんですよね。だから、職場のトイレの話なので、女子トイレ全般の話ではないって僕ね、一番最初にツイートしたんだけど、それはあんまりバズらなかったのね。という。ちょっとそれを言いたかった。そうそう、フロアの話です。だから、その人だけが勤めているフロアでの女子トイレを使えるようにしてほしいって言ったのに、人事院がなぜかそこだけはダメみたいな話になったから、なんでダメなの？っていう、他のところは今まで使ってて何の問題もなかったのにっていうのが前提にありますから。で、5人の裁判官の人の補足意見も基本的にはそこが中心です。今まで他のとこ使ってて問題なかったのに、なんで同じフロアだと問題が起きるって話なんの？っていう、そっちの流れですので、ここは誤解なきようと。この、
判決が起きた時にトランスジェンダーの人が女子トイレ使えるようになったみたいなことをバーってなっちゃったんで、なんか、それを前提にいろんな、なんや、議員とかもなんか含めて変なことを言ってる人たちが山ほどおったんだけれども、いやいや、特殊、その空間だけの話なのでっていうね。そう。だから、堂々と女装したら女子トイレ入れるみたいな話ではないので、それは捕まりますから気をつけてくださいね。誤解してる人がいるんですけど、そうそう。だからニコ生にこういう風に書いてる。カフェの女子トイレ使って漏れそうな時なら緊急避難で違法性阻却されますかっていうのは、それでもね、男性がね、女性の方に入るのはダメですね。女性の人がなぜか男性の方に入るのは OK なんですよ。緊急事態があった時に。ただ、男性の方が女性の方に入るのはダメって、今のはなってるね。迷惑防止条例違反とかなっちゃうんで。まあ、そんな感じでございます。で、まあまあ、そんな話は軽く置いておいて。で、あと、何やったっけな。そう。もう一つの、まあ、話でね。それ、後ろから行きますね。で、吉村博文大阪府知事がね、万博の、今ちょっとですね、万博の、パビリオンも含めてですね、ちょっといろいろ遅れ気味になっておると。いうことなんですよ。で、そこも含めて、ちょっと早めに動くようにしてくださいっていうね、ことを、岸田首相に言いに行ったと。ほんなら、なんか国に泣きついているだと、いうような話が結構いっぱい出てきてて、で、これも誤解があってね、ここではもうずっと言ってますけれども、まずね、オリンピックは都市誘致なんですよ。だからオリンピックは、例えば広域行政、もしくは、大阪が昔やったように政令市ね。日本だと政令市だとか、広域行政の都道府県で誘致をします。どっちかというと国は補助的に動くっていうのがオリンピック開催なんだけれども、万博の事業というのは、これ国が主導です。きっかけ作ったり、その場を整えるっていうことをやるのは、地方自治は頑張るかもしれないけれども、これ国際万博博覧会協会だったかな？が、どこどこ、日本で開催っていうのを決めたら、これは日本国が成功させなきゃいけない事業になります。だから、事業主体は国なんですよ。で、その国の、実行部隊として実際に動くのが、万博協会ね。今、万博協会って動いてますけども、一応手足となって動くのは万博協会なんだけれども、これを言ったら監督してんのどこですかっていうと、これは基本国ということになるんで、だから国に言いに行くのは当たり前の話ですっていうね。そう。緑地公園、これちょびっと前の万博のものを飾ってますけど、今こそ、ふーちゃんの、太田夫妻さんね。そうそう。だから、別に泣きついた話でも何でもなくって、国の事業だから、しっかりしてくださいやっていうふうに言いに行くのは、これ当然のことなので、結局いろんなことがあるんだけれど、いろんなね、オリンピックも含めていろんな、イベントとか、国全体の事業みたいなのあると思うんですけれども、それっていうのは、どこが主体になって動くもんかっていうのは最低限知っといてほしい話なんだよ。
だから、ついついオリンピックなんかが東京都中心だったし、それが、万博の誘致、確かに大阪が、頑張って動いたけれども、これも最終、国の側がうんと言わなければ、大阪が何歩頑張ったってダメな話なんです。ね、この前ちょっと献花台の時の話もしましたけれども、今回は、万博持ってきたいんですっていう話があって、それを安倍さんがうんって言ったからできたんですよっていうだけの話。安倍さん、なんぼ吉村さんなり、松井さんなりが頑張ったとてね、安倍さんがうんと言わなければ、これ言う、誘致はできない。なんでかいうと、国が誘致をします。だから、そういう意味では、万博は国が主体なので、だから国に言いに行くのは当たり前です。逆に言うと、大阪府が主導して、国に働きかけはできない。そういうルールなんで。そういう話なんだよね。誘致行った時も、なんで吉村さん、松井さん二人で行くんや、言うてるやつとかおったよね。そもそも地方議会で自民党以外が与党じゃないところがなかったから表に出にくいやりとり。そうそうそう。という国が能動的に動かんのは維新に対する嫌がらせなんちゃうかって勘ぐってしまいます。そうかもしれないね。そうそうそう。だから、だからこそね、都構想にしなきゃいけないっていう話は、そういうことでもあったんですよ。だから、国が事業として動くことに関して、やっぱ圧をかけていかないといけないので、圧をかけていくのにどれだけのパワーを持ってるかっていうのは、やっぱり、南部府市一体と言っても、大阪府と大阪市が分かれてるような状態よりかは、東京都みたいに一つの大きな行政体になっといた方が、強いっちゃ強いんですけどね。そういう話でございます。京都市だっていきなり市バスや地下鉄の料金国に泣きついて。なんとかしろ言うてますよね、本当に。あれ、それもプラスだし、借金分なんとかしろみたいなのも言うてますよね。万博うまいことできんかったら恥かくのは国。そう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 。あれだけ入場料で万博と IR 揉めてるのに、まだ分からへん、分からへんやんね。京都市も厚かましいですよ。京都市をだからウォッチ、今何度も言いますけど、地方自治の問題をちゃんと勉強しようと思うんだったら、京都市、追いかけてください。京都市が今一番政令市というものの矛盾を抱えた、問題点がいっぱい出てきてて、で、これが改善できないというですね、一つの大きな方向性になっていますから、ね、動物園の餌ね、ありましたよね、とか。ウォッチングして追っかけていくと、いろんな不備が出てると思います。初乗り250円だったもんね。確か。京都市営地下鉄。初乗りが250ですよ。JR とかで250円やったらそこそこ乗れるのにね。何も話、だからうまくいってないんじゃないですかね。柳瀬さん、アメリカの閣僚に万博の宣伝してた。だから、そういうふうに動くのが実際の国会議員の仕事だよね。ここ、ほら、馬場さんとかがさ、海外、ね、出てるでしょ。で、ああいうの見てると、あ、結構ちゃんと仕事してあるな、つったら怒られんねんけど。頑張ってはるよね。と思いました。だから、ああいうふうなことやるんが国会議員だよね。で、藤井聡はなんでその京都を無視して維新ね。だからみんな藤井聡のツイッターにね、なんでお前京都ちゃんとせえへんのってもう書き込みしまくったらいいんですよ。維新の批判とかさ、IR だの万博のこと言ってる暇あったらさ、京都市立て直しなさいよっていうね。ちょびひげって立命館とかじゃなかった？どういうこと？ちょびひげって立命館？京都大学です。なんで維新の副代表は親ロ派なの？
ああ、鈴木さんの話。ロシアにパイプがあるって話でしょ。親ロ派っていうことよりも、ロシアと話ができるっていうのが、鈴木宗男さんが言いたいことなんでしょ。だから、ウクライナの言い分もわかるけれども、ロシアにも言い分があるからっていうところからの解決を図りたい。これは何でもそうだけど、外交というのは二面性があるので、だから、鈴木さんが本気でね、ロシアに行ってね、ウクライナとロシアの戦争を止めたらね、逆に英雄になるわけですよ。だから、松井さんも言ってたけど、それぐらいの気構えがあって行くんやったら、やったらいいと思うね。行ってややこしくさせるんだったら行ったらダメだよね。みたいな話。親中派は中国にパイプがある人ってこと。親中派はそうやろ？外務省の中にね、外務省って、知ってるかな？卒業したとこ、ちょびひげさんは兄弟やと思う、鈴木さんの評価で大阪維新みたいに完全にマスコミに歪められてると思うから、コメントしに。外務省の中にね、いろんなね、ところにね、パイプがあるっていうので、一応グループ分かれてたりするんですよ。だからロシアに強かったり、それこそアメリカに強かったりとか。んで、官僚たちの夏っていう、昔ドラマがあったんだけど、佐藤浩市がやってたやつで、これは、今の経済産業省、昔の通産省の話なんだけど、日本のこう歴史の経済の成長なんかを担ってたのが通産省。で、そういう通産省とかでも、アメリカ側に強いだとか、当時のその、ソ連にちょっと強いだとか、あるわけ。だからそういうふうに、一応パイプがある人は話できるで、みたいなことは一応政治家なんで、それは言いますよ。それこそ、口利きですよ。窓口。だから、どこに窓口持ってるかっていうので強みが出てくるからね、政治家は。それ自体悪いことじゃないんですよ。だって外交しようと思ったら窓口なかったら話できませんから、普通に営業かけようと思ったら、企業に窓口なかったら営業かけれないからね。だからこんなん外交なんていうのは営業の最たるもんなんで、その営業の窓口をどこに持ってるかっていうところが非常に大事なんです。で、政治家はそういう窓口を持ってくれてないと話できませんから。だから、鈴木さんは鈴木さんでロシアのパイプとかロシアに窓口持ってるよって話でしょ。そういう話だと思いますよ。だから親ロ派っていうことよりかは、ロシアに窓口があるんで、ロシアの側からのアプローチで戦争を止めるということを、考えてはるんやと思いますよ。だからそれは別ルートのアプローチなんで、必ず二面性あります。ウクライナの方からも戦争をやめるっていうのがもうほぼ不可能なんで。ほんなロシアの側からやめるってやさせなあかんねんけど、じゃあロシアの側がやめようと思ったら、ロシアの政治家と話できないとあかんねん、結局。今誰もできひんわけでしょ。思いますけどね。ただ極端にロシアを擁護しているように聞こえる言動がちょっと考えてほしいです。だってロシアをあからさまに批判したら窓口なくなるやん。これは営業のテクニックですよ、だから。窓口完全になくなんのと、細々でも窓口があるのがどっちがええかっていう話しとくと、細々でもいいから窓口なかったら、話できませんよ。今の北朝鮮みたいに。これ鈴木さん批判するでしょ？な、多分、ロシアとの、もう多分、窓口なくなるんですよ。な、日本からロシアへのアプローチする手段全くなくなるからね。安倍さんもあんなんかもプーチン危機できたのは鈴木議員や森元総理のパイプよねって。そう。だから、
なんかあった時に窓口をトップが利用できるようにしとくっていうのはいるんです。だから、窓口をキープしとくっていうのは本当に大事で、皆さんだから、ギャーギャー言ってる人らは、僕ね、いつも言ってるんだけど、大体ネットでギャーギャー言うてる人って、実務が分かってないんですよ。北海道でロシアと喧嘩することなんかできない。そうしたら、ほやっとするしかない。あ、クラウドさんこんばんは。だからね、営業なんかをやってるとね、いろんなところに窓口が必要になるわけ。なんかあった時にこの人に電話して、やってもらう。だって、会社なんかでなんかやろうと思って、ずかずかずかって玄関入ってって、話あるんですけど、させてくださいって言ったって、絶対聞かれるのは、ご予約アポイントメントしてますかって聞かれるわけですよ。なかったこの門前払いですよ、会社なんて。それと一緒で、外交なんていうのも、誰々との話があるから話させてくださいで初めて話ができるので、それを考えたら、なんつうのかな、鈴木さんの立場は僕は別に悪いと思わないんですよね。いつかまた、鈴木宗男経由の、ロシア窓口が必要になることもありますって。ロシアという国が世界からなくならない限り、ロシアと日本というのは喧嘩するわけにいかないんですよ。だからそのなった時に、じゃあどっから突き崩していくかって話でしょ。そういうことなんで。深夜おやちゃん。ああ、ごめんごめん。そうしたら深とするしかないです。ごめんなさい。もうね、ごめんね。老眼なんです。ずっとロシアをからかってキレさせたウクライナやろうっていうのは一理ある。だからそこの立場も一つ置いといてあげないといけないよね。ウクライナとロシアの関係というのは、ウクライナの歴史を見てもらったらわかるんだけれども、必ずしもウクライナが完全に正義ではないんですよ。いわゆる東部ロシアのところで親ロ派っていう人たちがいてる場所を、ある種攻撃してたっていう歴史もあるからね。ただ、親ロ派って言ってた人たちが、じゃあ実際ロシア来た時にどうやったかって言ったら、あまり良くなかったって、今後悔はしてはりますけども。ただ、複雑なんですよ。民族というものが絡むとね、複雑になる。日本という国は、まだ、その民族間の紛争まで至ってないからね。民族間の紛争がないことを、もって、なんか単一民族国家とか言っちゃって、世界から批判浴びてるけども、日本だって多民族なんだけど、民族間の紛争になるほどのことがないわけです。なんでかっていうと、日本という国は、割と民族関係なく平等に扱ってるのよね。逆に同じ民族の中で、差別意識みたいなのがあるのが日本で、ちょっと日本とは違うんですよね。そんなところ。ずっとロシア、昔北海道の漁民はロシアの警備隊に十何人、そうそうそう。安倍さんでも結局利用されたのに、宗男がどんな話できるのや、ロシア寄りの発言が禁止すべき。だから、さっきも言ったように、ロシア寄りの発言とか、ロシアをここで鈴木さんが批判すると窓口なくなるでしょって話。これは、ビジネスライクというか、なんつったらいいのかな。ゼロにはできないってことです。これで鈴木さんが批判すると何度も言いますけど、窓口なくなりますよ。窓口なくなったら、もうロシアと交渉できひんようになったら、どうするって話になるからね。それは、ある種置いとかんとダメな話です。ありえんけど、穂高で暴れて謝罪しに行ってパイプできたりもした。そうそう。だから多分ね、維新はね、どっちかというとロシアとね、パイプは、批判はしてますよ。もちろんね。でも、これは大事な話で、日本とロシアが直接に戦争してるんだったらまた話別なんだけど、日本という国は今回戦争には当たり前ですけど関与してないわけですよ。関与してない以上、両方の国と
パイプを持っとかないとダメやねん。いずれどっかで戦争が終わって戦後処理っていうのをやらなあかんわけやから。そう。ネオさんなんでね、そうそう。北方四島返還のためにはそこに住んでる人の保証ってずっと言ってるもんね、ネオさん。そうそうそう。安倍さんでも無理だったのもわからない。安倍さんが無理だった。じゃあ、パイプを、窓口をゼロにしたらいいのかっていうのは話別でしょ。という話を。安倍さんで無理やったから、じゃあ窓口全部カットしたらええやんというのは外交的にはちょっとあんまりいい話ではないです。それは外交。もう日本が一切ロシアと関わらへんやったらいいけどね。そういうわけにはいきません。ロシアはロシアでやっぱり、天然資源持ってますからね。その天然資源をやっぱり日本はね、一部やっぱり必要になることもやってくる。まあそういう話です。ということで、あんまりこればっかり喋ってると他の話ができないので、橋本さんと泉健太の話はまあちょっとすぐに終わると思うので、今日一番ね、言いたかったのが、アソシエイトの話をちょっと、アソシエイツね、まあ、これがさっきもう一回言いますけれども、やたらバズったですね。やたらバズった、ちょっと私ツイートが先週ございましてですね。で、要は、で、なんでバズったかっていうと、維新のアンチがリツイートしていって、やたら僕に文句を言うていったっていうね。ことなんですよ。で、こんな擁護するやつ初めて見るのはね、まあ、人格批判もされながらいろいろやってたんですけれども、これね、何がしたかったかっていうと、僕が最初に言いたかったのは、松井さんの説明ね、動画がね、ついてるやつ、どれやったかな。自分でやっとい、あ、これ、ここ、ここ。まずね、この件に関して、ちゃんと話してくれてんのって、この動画しかないので、ちょっとこの動画貼っときますけれども、これちょっと貼っときますけれどもね、これなんでこういうアソシエイツというものを作ったのか。で、この時に泉房穂、C がですね、なんかホームページ見て、唖然として、うんぬんかんぬんって言って、この前橋本さんとなんか、トークライブやった時に、最初に一発目に怒られたってやつやと思うんですけども。こっちは3.2万人ぐらいのバズり方でしたかね。まあ、この下の見ていってもうたらわかるんですけど、維新のアンチの、まあ、維新アンチの、まあ、なんつうの、リプ多いこと、みたいな。リプ多いこと。ね、暇やなって思いながら。それからもう一つの方が、さっき貼ったやつなんだけど、もう一回これ自分で貼ったやつ貼っとこうか。こっちね。これも、結構、3.2万回というですね。あ、これ一緒か。お、一緒や。ごめんごめんごめん。一緒のやつやった。これかな。もう一個ね、やったやつがあったんだけど、これまた出てきた時に言いましょうか。でね、ちょっと一つだけ建設的な意見があって、このアソシエイツの話は何が問題というか、これはこの、ところの、なんていうのかな、ちょっと扉絵にもしたと思うけど、なんかね、こう一番みんなが問題にしたのがね、要するに、まあ、公務員の人を雇いますと。で、その公務員の人に、そのいろんな仕事をやってもらった上でね、要はこう、
共に大阪府知事、大阪市長、国政政党代表、歴任してきた松井一郎、橋本徹と一線で実務を行ってきたプロフェッショナルを中心とするチームが、その経験、知識と人脈を活かして、記者が必要とする行政組織、関係企業とのアクセス調整をスムーズにし、記者の事業を円滑に進めるサポートいたしますっていう、ここの、まあ、ホームページの文言を捉えて、まあ、一番多かったんが、口利きやの、なんだらかんだのっていう批判がダーなったわけですよ。で、ここの書いてあることが、まあ、まあ、理解できない人が結構いるんだね、と思って。僕なんかはこの文言を見たときに、ああ、すごい、僕がやっぱ必要やなって思ってたことを、いち早く橋本さんや松井さんってやっぱやるんやなと思って、前も言いましたけど、僕は結構こう楽しみに待ってて、あわよくば雇ってもらおうと思ってたんですけど、結局、なんかそういうみんなが天下りだの、口利きだの、なんちゃらかんちゃら、うんちゃらかんちゃらって言ってね。で、結局辞めるっちゅう話になったわけ。ね。公務員、そのまま公務員として雇うとね、例えば趣味で作ったものを売ることすらできない。せめて定年まで頑張って働いて公務員として仕事はよくわかる。公務員として協力しないのは、まあ、公務員の人たちの第二の人生まで縛るやん、ということで。で、これね、松井さんとの先の説明のやつを、まあ、見てもらったらわかるんだけれども、これ僕いつも言ってますけど、まずね、この日本に、全部の企業をね、会社あるでしょ ?100 として、中小企業って何パーセントか知ってます?これも、この放送で、お話、ね、もう、1ヶ月に1回は話してるので、ご存知やと思いますけれども。うん。知事市長時代にやっとけよって批判が多い。ああ、それ多分、全誤解してますね。まず中小企業が何パーセントかって知ってます？全部の会社が 100% として。ね。で、7割とかね。普通そう思うでしょ？ね、全体の 70% じゃないかなって思うかもしれないけれども、これ実はですね、なんと、99.7% が中小企業なんですよ。だから、大企業ってね、わずか 0.3% です。皆さんご存知の、名前の大きい会社なんて、日本全部の企業を100とすると、たった 0.3%。つまり、99.7% の中小企業がこの国の経済を支えているわけ。まあ、いろんな意味でね。違う。これ全国で 99.7 なんですよ。じゃあ、この 99.7 の中小企業のポテンシャルが活かせてるのかというと、日本は不十分だよねっていうのが結論なんです。で、そのうちの一つが、その、今言ったように、行政との仕事なんかをやって、大きく、まあ仕事をやっていってもらうというかね。そう、例えばね、国際的なことなんかしましょうってやったときに、普通の中小企業には、ノウハウありません。ワンマン、まあね、普通のこう中小企業の社長さんなんて。それこそ叩き上げの社長さんなんて、行政とのやりとりどうやっていくねんとか、そっから今度こう世界にどうやって広げていくねんなんて、ほんとね、ノウハウないんですよ。で、なんでないかっていうと、これね、行政といろいろやろうと思うと、ちょっと、これもう一個この僕、いつも、これね、一番いい僕リツイートやと思ってんねんけど、
あんまりみんなリツイートしてくれてないので、ここでもう一回貼りますけれども、よいしょ。あのね、このところに、はい。まあ、行政のお仕事をやるにはですね、こんな風に、まあ、まあ、プロポーザルとかね、あるんですけれども、あ、コンサル料を払ったら会社が有利に仕事もらえるっていうのは、この会社を勘違いしています。まず、これは何をやりたいかっていうと、この会社、このホームページも別のところにね、プロポーザルとかの支援って書いてあるんです。で、プロポーザルって一体何ですかというとですね、ここをちょっとね、実はリンク先を見てほしくって、要するに、行政の公募です。公募プロポーザルっていうのがあるんですけれども、このページ飛んでいってもらって、じゃあ、皆さんが中小企業の社長だとして、これ申し込むっていうことを一回やってみてください。シミュレーションでもいいです。ここのページ見てみて、いろんなプロポーザルの案件あると思うんですけど、一つでもいいから、やろうと思ってもらうとね、じゃあ次ね、何の壁が来るかというと、これね、例えば一番上のね、まちづくりビジョン策定支援業務っていうのがありまして、これ見てもらったらいいんだけど、ここのページに飛ぶとね、これね、死ぬほど書類あるんですよ。これね、書かなあかん書類というものが、こんだけあります。下見ていってもらったらわかるんだけど。で、これね、この書類を全部集めるだけでも、一人でやろうと思うと、僕の経験上なんですが、早くて3日かかります。早くて3日よ。で、多分ね、時間かかったらね、1週間ぐらいこの書類をね、整えるのにかかります。つまり、中小企業の社長も嫌でしょ？これ今リンクは、見てくれた人いてると思うんだけど、この書類を書かないと申請とかできないんですよ。じゃあ、これを中小企業の社長さんできると思う？これね、申し訳ないけど、中小企業の社長さんが一番やりたいのは営業なんです。変な話、書類を書くこんな時間あるんだったら、こんな書類書けるんだったら、書いてる時間を営業に回したいです。会社は営業がお金になるので、さっきも言ったように、そのいろんな企業に行ってね、窓口作ってね、で、企業に売り込む、売り込む、売り込むをやることの方がお金になるんです。こんな書類を3日間書いてても金にならんわけ。なので、広域連合ね、また見せてください。だから、こういう書面を書くし、仕事とかが誰が得意なんですかって言ったら、これを今まで審査していた側の人たちでしょっていう話。それが公務員の人たちです。で、今回松井さんが言ってはったのは、定年した公務員の人たちの第二の働き場っていうのが、実は今なかったりするわけね。で、どういうことかっていうと、例えば、その退職金とかもらって、ね、プレゼンの資料を作るもええ。だから、プレゼンの資料を作る以外にも、これ申請書類見てもうたらわかんねんけど、プレゼン資料だけじゃないんです。それに付随するいろんな資料を作らなあかん。資料というか、反抗したもんとかね。プレゼンだけの資料じゃないんですよ。これ、見た今、リンク先。申請書類ってプレゼンだけの資料じゃないです。他にもいろんな資料を整えなあかん。
なので、これを整える能力高い人誰ですか？言ったら公務員の人たち。で、その公務員の人たちがね、会社辞めるでしょ？だから次の仕事をやるのに、今、なかなか難しい。で、退職金もらって、で、例えば再雇用制度あるとか言ってる、再雇用制度って言われたって、あれ、給料的には3分の1ぐらいになるのかな？で、やろうと言うと部長級の人とか、まあそういう人たちでも給料こんなもんですわって松井さん言ってました。で、あれは何をしてたかっていうと、あれは何をしてたかっていうと、70歳ぐらいを人生70年ぐらいだったらそれでいける。だいたいお金に設定してるらしいんだけど、今人生100年時代と言われてて、例えば定年今60ないし65かな。それじゃあまあ100年としたら35年あるわけですよ。ほぼほぼ35年間仕事するみたいな話になった時に、これね、全然こう、自分でこう、審査することは得意でも自分ではよう作らない。それは公務員の人知らん人のセリフ。僕の知ってる公務員の人らみんな優秀です。書類も作れます。だって自分たちでこう企画で、中で書類作ってる人たちも山のようにいてるもん。それはもちろん公務員はピンからキリンまでいてるけども、今言ってんのは、こういう書類のね、書類作りをすることができる公務員の人たちも実際いるわけ、いって。で、そういう人たちの能力が活かせるところを作るというお話が、ここのアソシエイツの話です。だから、当たり前なんだけども、お仕事してもらって給料を払うっていう場所やね、職場作りです、単に。単に仕事をしてもらって、そこに対してお金を払う。なんかそういう場所を作るって話なので、天下りとかは何が問題だったかっていうとね、一つはさっき言ったように、例えばこれ一番わかりやすいのは官僚のね、さっき言ったように審査する側の権限持ってる人が、どっかに天下りをして、その前あった権限を使って、大した仕事じゃないけれども、仕事が取りやすくなるようなことをすると問題ですよ。だとか。あとは、あとはね、一番問題だったのは、なんちゃら団体なんちゃら協会っていうのがあって、そのなんちゃら団体なんちゃら協会に天下るわけです。で、天下った人が、大した仕事もしないのに、お金もらって、さらに辞めたら退職金もらってっていうようなね。で、そういうふうな、ことを繰り返す。これ、渡りってよく言われてたんだけど、渡りをやるようなところ。これが大問題やったわけ。な、これなんで大問題かっていうと、なんちゃら団体なんちゃら協会の原資が税金やったからです。補助金です。だから、補助金投入されたようななんちゃら団体なんちゃら協会、そこに天下って、結局税金を取ってたわけ。それは問題でしょっていうのが問題になってた天下り、ね。そもそも申請様式作ったの公務員やねんから、そこに刺さるように作れるやろっていうね。そうそうそう。前の大阪府の職員を、大阪府が7割以上出資してるところ、職員を出向させ天下りアンチが言い出したらほんまめちゃくちゃ。だから、そういうところっていうのはさっきも言ったように、補助金とか税金が投入されてるところ。ね、天下ってお金だけもらう。橋本さんがね、大鉈振るって最初の府知事になった時に、いろんないらない団体に補助金切ると。で、もっと言うと、この天下ってきたこの理事の仕事っていりますかって言ったら、現場で働いてる人が全員いらないって言ったね。その動画が残ってます。で、何する仕事ですかっていうと、それ何やってるんですかっていうと、鍵開けるだけの仕事ですとかね。そういう人たちがいたわけ。そんな人のためには税金である補助金ね。それでも何千万って辞めたら退職金もらってたんですよ。それが大阪市とか大阪府の闇やったんですけども。
そういうのは今なくなった。なんちゃら団体、なんちゃら協会の補助金がばー切ったから、だからまあお金が生まれたってよく言われてるんだけど、まあ、ちょっとこの話置いといて、そういうことをやるのではなく、今言ったように、ここにある、例えば申請方式の書類だとか、こういうものを作る、まあ言うたら、仕事はそっちに預けて。で、今言ったように、その中小企業で働いてる人たちは今で営業だとか、物作ったりだとか、する方に専念してもらった方がいいでしょ。これはもう作業分担の話です、単なる。うん。だから、そこを手助けしていきましょうっていう会社なので、これ別に天下りとか口利きではないんですよ。もっと言うと、申請書類とかを、こういうちゃんとしたその、公募の申請書類なんかを作ってくれる仕事。で、例えばそういう風な仕事、細かい方の仕事はやりますと。で、結局一番やりたいのは中小企業の人たちがもっとこう、ね、国内だけではなく、行政との仕事を皮切りに国際的に出ていってもらうのが一番いいわけです。だから、そういうステップを踏んでいくための真ん中のその煩わしい仕事を受け負ってくれる仕事ね。の会社が多分このアソシエイツなんです。もうホームページ消えてしまったんで今はちょっとあれだけど、前あったのをざーっと見ていくと、さっき言ったこのプロポーザルの、まあ、手助けとか書いてありました。だから、こういう書面をね、作るっていうのを、やっぱりできる人にやってもらって。で、こういうのが得意な人たちが集まっていったらいいだけのことであっても。で、それが一番得意なのが、まあ、公務員辞めた人ですね。うん。だから、そういう風な人たちの、まあ、働き場を同時に作り、で同時にその中小企業の人たちが、まあ、この先もっとこう、事業が拡大できるようなきっかけですよ。これは口利きととか話全然違うわけ。で、松井さんも言ってはったけど、だから中小企業の敵やなって、僕ずっと書いてあったよ。よくわからへんの。だもう一回貼りますね。行政の仕事を受けようと思うとね、ここのリンク先行ってもらったらわかるんだけど、書類をね、作らんとダメなんです。この下の書類。この書類作るってなったらゲーってなりませんかっていう話。これ全部揃えないとダメなんです。で、しかも申請した時に一発 OK もらわないと、まあ、一発 OK もらわないとね、何回も修正していかなあかん。これ全部の書類を作るっていうと、一回シミュレーションしてみてください、自分で。自分が中小企業の社長やとして、この事業に申し込むとして、自分で一から全部やってみる。うん。3日じゃ終わらないから、普通に。まあ、そういうこと。前の大阪府の職員、大阪府7割以上出資しているところに、あ、これさっき読んだね。はい。だから、そういう方なところがむちゃくちゃなんで、天下りなんかの、なんかの話と、口利きとはこれ全然性質が違います。要は、正しいルートで、正しく仕事を得るために、得ろうとしても、そこが苦手な人たちがいてるので、その苦手な人たちを手助けしましょうっていうのは、ここの、松井橋本アソシエイツの話ですよっていう話をずっとしたかったけども、これね、ツイッターで書こうと思うと、ものすごい文章量になって説明しきれないから、ここで説明しました。だから、一番やってほしいのは、このプロポーザルだって、今見てもらった通り、いっぱいあるんですよね。今はこの一つだけ、今見てくれる、もう一回これ貼りますけれども、こんだけプロポーザルがあるわけ。そうやろ？ファイル14個もあるやろ？じゃあこの14個のファイルを、一つも間違いなしに書かんとダメなんですよ。こんなもん中小企業の社長が一から取り組んだら、なんも3日
は営業できないですよ。で、さっきも言ったように、長くて1週間です。1週間、書類作るためにこもっちゃって仕事できないんですよ。で、これ、あげたとて、必ず自分のとこ仕事降りてくるかわからないから。だから、そういうことで、業務委託の仕事っていうのは、募集しても、そうやって書面書きのところでみんな、諦めちゃうんでね。いつも言う、ん?威厳をつく。だから、松井さんとか橋本さんの威厳を使って仕事するんじゃないんです。今言ったように、公式のルートを使うときの、その、なんていうのかな?お手伝いってこと。この作った書類が分かりが間違えるやん。なんでそれ書類作るのは得意なん?それならまず分かりやすい。これ別にね、書類どれも分かりにくいわけじゃないんですよ。これは分かりにくくしているのは法律です。これね、行政の人たちが書類作ってんじゃないんだよ。このプロポーザルとかもそうなんだけど、これ全部法律。法律事項を書面で下ろしてくるとこうなんね。だから、なんで分かりにくいっていう文句を言うんだったら、国会だとか、議会に言わないとだ。うん。このややこしさってどっから来てるんですかって、全部これ法律と条例です。でもこの仕事を現在受注している企業、だから、その受注している企業ってどうしても大企業に偏ってしまうってこと。ノウハウ持ってんのが大企業やから。これを中小企業のとこまで広げようって話。わかります?言うてると。だから、どうしてもノウハウをやってるのが大企業。要約したらいいって言うけども、これは要約できません。実際書いてみ。行政書類が簡単になることはまずありません。これね、行政書類を簡単にしようと思うんだったら、それこそマイナンバーに紐付けて、電子的な情報というものがボタン1個でできるようになったら変わります。でも、紙の書面でやってる以上、ややこしさは終わりません。うん。ということね。はい。チャット GP に書かせたって、この書類を正確には書けないですから。書かしてみ書かしてみ。チャット GPT って別にそういうもんではないので。受けた行政関係業務の外注見た?そう。該当するかしないか分かりにくい。どこやっけ?京都市やったっけ?なんか建物入札大手が手を引いて。松屋市の会社がしたところが有利になったら公平性が保てますか?そのね、なんで有利になってるのかって話ですよ。書面作りが早いからとかね。言うんだったら、それは公平ですよね、別に。だから、公平か公平でないかっていうのは正当なルートを通してるかどうかでしょ?これさっきも言ったように、公募入札とかそういうところの手助けですから。うん。で、公募入札等々は必ず点数が出ます。ここはなんでダメ、これはなんでダメっていうね。中小企業でそんな大企業できる、やろうと思ったらできる。そこは、計算のものでしょ、お金の。うん。そこの見合いはコンサルやんか。うん。大手しか勝てないと入札受けても入札しない。そうそう。ね。企画提案能力を右側のプロポーザルに前知事市長が絡むと批判。だから、前知事市長というものが、それこそ口利きしたら問題だけれども、これ口利きするんじゃなくって、さっきも言ったように、書面作りのアシスタントですよ。おそらく。あとは、企画を考えるところ。うん。これね、申請した後に、うちの方を有利に計らってくださいって電話したらアウトですよ。でも、
そんなことは松井さん、橋本さん、しませんよ。一番やらなきゃいけないのは、入札のところまで導いてあげるって話。今の会論争で正しい理解広まやられる。そうそうそう。もともと行政書士やった人間が政治家辞めて、行政書士になったら不公平かっていうね。維新側が忖度っていうか、まず言っとくけれども、この公務員の仕事の審査って、維新だろうが維新じゃなかろうが関係ないです。行政の職員がやるんです。だからこそ行政の中立性って言われるわけ。これ、政治によって左右されたらあかんのよ。公務員の仕事っていうのは、公務員中立な判断でやる。維新は関係ないです。公務員が維新に忖度してるのは都構想になってるかなって。そうそうそう。すでにね。手続きまともにできない中小に仕事の仕事。だから、手続きというか、今言ったように、やらなあかんのは書面書きの部分です。で、企画等々っていうのはコンサルと考えながら作っていくんですよ。わかります？で、それでできた書面を出すわ。まあ、一回、この何でもいいか、プロポーザルの書面をやってみって話。苦手な部分は絶対相談し持ってやりたくなるから。俺やでっていつでも帯の顔元子思い見たことあるよ。そんなん通用しない。松井橋本。圧倒的な影響力って言ってるのは周りが勝手に思ってるだけ。中の公務員はそんなことで左右されません。昔の自民党政権の下での、行政体だったら話は分からん。違うけれども、今、維新だから、維新だからという、じゃあ逆の話します。維新だからという、その影響力がでかいんだったら、メールなんて、メール問題、この前出てきてるでしょ？ メール問題出てこないじゃないですか。でも、メール問題が出てきてるっていうことは、そんな簡単に市役所の中が維新のところで、統率できてないって話。でしょ？そうそう、大石あきこみたいな職員もおるからね。それこそ不正働いて一発ばっかり石の評判。そう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 。ただの言い訳、弁解に聞こえる。もうそれはあなたの主観ですよね、としか言いようがない。橋本さんもここで諦めないでほしいね。本当に忖度のならマスコミすっぱ抜くでしょ。アンチ維新大喜び。そう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 。それ言うんやと本当にすでに都構想になってるし。で、あんなメールの問題出てこないし。本当にピシッとコントロールできてるんやったらね。それぐらい、公務員、一応大阪市役所とか、大阪府とかの、あそこは独立行政体だからみんな。独立してるんです。ただ、内部の執行をやろうと思うと必ず条例だとか法律がいるよっていうだけのことであって。政治的には中立に動いてんのが行政です。だから、忖度等々したら、それこそ問題になるからね。はい。お待ちくださいの考え方、先生いつも勉強さん、ありがとうございます。そうそうそう。まあ、という話なので、皆さん一回これを聞いてね、業務委託の書面を書くっていう練習やってみてください。おそらくここにいてる方々は、3日以内では書けないと思います。そんなもんなんですよ。行政の業務委託の書面書くって。だから、書面を書く一回シミュレーションやってみて、自分は一日でできるって思うんやったら、その人優秀なんだけど、多分、ここの最初のところとか見てもらったらわかるけど、こんなもんね、一週間以内でできたら上出来です。事業における透明が高くないと国際社会信用ない、海外から仕事を受ける人は一度。そうそうそう。ここの話は、今、お茶子さんが言ってくれてるように、今後、国際的に出ていくところの足がかりの話をしてるんです、今。そんな日本だけでね、仕事もらってね、
終わるって話で終わりません。日本は国際、日本じゃねえや。大阪って国際金融都市にもしていこうって話があるからね。それこそ公平性とか、そういうものが守られてないところだったら、一遍に、引き上げます。うん。一行も書けないでしょ？これが現実です。だから、中小企業等々の人たちが苦手な部分をサポートしてあげるっていう。ただそれだけの話をしてんのに、誰もその話を聞こうとせえへんから、問題になっちゃった。問題中か、残念ね。うん。いう話です。僕はなんでこの話をしてるかというと、僕は、あるところで、この申請の書面書きっていうのをやってる仕事をやってたのよ。で、全部を完成させて、ピシッと一発で通すために書くには、最低2週間かかりました。僕の経験ですよ。まあ、それは会社の中でいろいろハンコもらわなあかんとか、ここの書類ってね、代取りのハンコがいるだとか、いろんなもんがあるんですけど、代取りのハンコってそうそう簡単に取れないんですよ。そこそこ規模の大きい、会社になると。代取りのハンコを取るための、社内手続きを通さなあかんかったりするわけね。これに2日かかります。しかも、本社が東京にあるとね、大阪で仕事やっててもね、書類をね、一旦東京に送らなあかんの。で、東京で、代取りの版もらって、送ってきてもらって、その紙をもう一回見て、で、チェック受けて、ちゃんとなってるなって思って初めてこの紙が出せるんです。なんでかって、行政に一発出して、これ受けれませんわってやったら書き直さなあかんのよ。書き直したらまた二日いるんですよ。戻さなあかんから。そんないろんな作業をやってって、やるのが、いや、これが平成なんですよ。つまり、平成の時代でも、これね、何回も言うけども、何がこれ難しくさせたかって言うと、ハンコ。だからハンコいらない世界にしましょうって言った。問題はすべてハンコです。そう。というようなことを言いたかったので、ごめんなさい。もうそろそろね、終わります。はい。今日はちょっと遅いので。この続きの話聞きたかったらまた放送やるんで、次回に持ち越しということで。というようなことをアシストするのがアソシエイツやったのに、まあこれに批判してる人たちは、実際申請書類が何か分かってなかったよね。で、それに関して、これに関してっていうか、こうやって民間人のことに対して、やろうとしていることに批判したりするから、怒ってんのが今、橋本さんと、立憲の泉代表に対して怒ってるリツイートが流れてますけど、はい。もうちょっと時間なくなってきたので、この話も次回にします。はい。触りだけ今話しましたけど。ね。というようなことが、ちょっと、あるので、まあ、この話はちょっと喋り出すとね、むちゃくちゃ長くなりますから、まあ、今日一旦ちょっと触りでこの辺です。もっと知りたかったらまたね、何回も何回もちょっと放送続けてやっていきますので、みんな一回ね、ここで言われたことがどういうことなのかを知りたかったら、さっき言ったように、申請書類を自分が書いてみることをシミュレーションしてください。実際ダウンロードしてみて、架空のね、自分の会社、中小企業を作ったとして、じゃあその架空の会社でこれを申請するにはどうするかって一回やってみてください。そしたらどんだけしんどいかがわかります。大企業でも、この話わかりやすくまとめられる人でかいよなって、俺まとめたやん、今。まあいいわ。申請処理はしんどい。それだけやと思ってください。橋本の会社やったら代取りのハンコいらんのか。だから、中小企業がやるんだったら、中小企業の人に、中小企業の社長に一発言ったら代取りのハンコ出るでしょ。話全然聞いてへんやん。中小企業の社長と、それを手伝う人がいたら、ハンコは中小企業の社長が用意できるやん、すぐに。
全然話聞いてないね、ここまで話ね。うん、このお仕事できない人だよねっていう推定が働くよ。はい、まあそういうことで はい、ということでね、本日はね、これをもちまして終了したいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、この続きまたね、お話ししますので。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。じゃあね、ニコニコから切りますよ。よいしょ。ありがとうございました。はい。で、YouTube も終わります。ありがとうございました。